栃木県道、群馬県道39号、足利伊勢崎線は、栃木県足利市から、群馬県伊勢崎市に至る県道である。本路線は、北関東自動車道と県内の主要道路である、群馬県道2号前橋立林線の中間に位置し、群馬県内を横方向につながる重要ルートである。大田市、ただ上交差点から、伊勢崎市、 流通団地前交差点あたりまでは、北関東自動車道とほぼ並行して走っている。また一定の交通量があり、足利市及び伊勢崎市の一部では、カーブの多い箇所があるため、走行には注意が必要である。かつて混雑していた箇所は、北関東自動車道の開通により混雑が低減された。伊勢崎市の東部伊勢崎線交差付近から、平和町南交差点までは、 センターラインのない一点を車線となっている。この区間では一時停止が必要な交差点が一箇所存在する。また平和町南交差点から終点までは足利方面への一方通行となっている。この区間は地図によっては県道指定されていないこともある。起点、仮宿町一丁目交差点群馬県を田たし城付近石橋十字路交差点付近あたり交差点と、 伊勢崎方面を望む。新田小金井町北交差点付近あたり交差点と伊勢崎方面を望む。東交差点から奥は県道332号と重複する。昭和58年群馬県国時代32号に基づく表記。2005年の大田市、小島町、矢ブ塚カ本町との合併により、現在は大田市。昭和十八年群馬県国時代十二号に 基づく表記。2005年の伊勢崎市赤堀町、境町との合併により、現在は大田市。ありがとうございます。